はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やっということでやってまいりました。今回はね、ユンホ先輩のヒップホップコレオグラフィーのダンス解説でございます。やった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 。先日に引き続きというところでございまして、まあリクエストもね、たくさんいただいておりまして、早く、ダンス解説を見たいと、何がどうすごいんじゃというところをね、いろいろとお話しできればなというふうに思っておりまして、まあ本当に1分15秒、なんなら踊ってるところは1分ぐらいしかないんですけれども、たくさんの素晴らしい要素が詰まっているというところで、そちらをね、今回は解説していきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。今目つぶっていらっしゃいますけども、ここから踊っていきますのでね、行きましょうか。13秒のところからなんですけど、この姿勢よねということで、オンオンという風に入りますか。ガーッと前に出てきます。ここの低さわかりますかね。後ろに、いらっしゃるダンサーさんたちと比較していただいてもわかるんですけど、後ろにのけぞるっていうこの姿勢とってるのはだいぶえげつなくて、音楽が早いんですよ。で、前に出てって、ダラダダダラダダっていう風に、ここ手を前から後ろの方にゴン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 っていう風に持ってく振り付けになっているんですけど、その分、体を前、後ろっていう風に、この前後の移動まで大きくつけてしまうと、速度ですね。音の速度に間に合わないんじゃないかなって思うんですけど、間に合うんですよ。間に合うから、ここ、体を後ろに反るっていうことができていて、音に対して、ドドドドドっていう風に、手で、腕で行けばいいんじゃないかなって思っちゃうんですよ。で、なんならダンサーさんたちの動き見ていただくと、ちょっと後ろに反るんですけども、胸を後ろに張るっていう感じで手を動かしていく。ただ、ユモ先輩の場合は腰からグッて後ろに入っていくっていうところで、体の強さですね。やはり、あの体を持っている方だからこそできるこの可動域はあるんじゃないかなっていうところ。で、この後。ここ腕ブンブンに振ってらっしゃるんですけど、ユモ先輩ほどの手足の長さの人って普通ここまで腕を振り回せないんじゃないかなっていう風に思ってて、っていうこのダイナミックさっていうところはかなり注目ポイントです。誰でもできるかと思わないでください。これに関しては僕でもかなりきついと思います。僕の腕の長さとかって割と普通なんですよ。身長も174なんで、平均的なサイズ感なので出せるものではあるところはあると思うんですけど、僕やってみても多分難しいです。っていうところをこのサイズ感でできるっていうのがすごいこと。はい。で、からのですね、バランス感覚17秒、どんどんどん、ここです。どんどんどんかっていう風に最後右足をつけるんですけど、右足つけるところと、その前のところって分離してるんですよ。うんうんうんとんっていう風に最後に右足を持ってく。どんどんどんで一回止まるっていう作業が必要になってくるところのこのバランス感覚と、そのストップっていうところのクオリティがすごく高いなという風に思います。で、からの23秒でございまして、ここです。この右手ゴンって出した時にババってビタ止まりしていくところと、この、手首の折り方をちょっと見ていただきたいんですけど、これはぜひね、皆さんもやってみていただきたいんですよ。ちょっと、こうやってポーズ取っていただくと、これが普通なんです。ただ、先輩見ていただくとですね、手首がっつり入れ込んでるのわかりますかね？このぐらい。ここまでって、だいぶ意識しないと、取れない形、角度になってるんですよ。っていうところで、この1分足らずのダンスの動画ではありますけれども、むちゃくちゃ細かいところまで突き詰めて追求して踊ってらっしゃるっていうところがわかると思います。この胸の張り方、この肩のラインとこの T シャツにシワができてる感じもですよね。がっつり胸から開いてってるっていうところもポイントになってます。相当すごいことをされてるんですね。で、23秒。これはやばいっす。僕が個人的にワッシャーって思ってるポイントで、グルーブなんですけど、これ、この首が上がっちゃう感じ。これです。上がっちゃう感じ。あーっていう風に、この一個アクセント強めに取るところでグッっていう風に首が入っちゃう。ズンズズズル、ズンズズズンっていう風に顔の固定をさせるのではないっていうところで、音楽に対してかなり乗っていってるっていうところが、ここら辺から見えてくるわけですね。ヒップホップのダンスのすごく特徴といいますか、大切なポイントって、ダンタタラタタタンタンタン、歌ってる人のその声の、グルーブっていうものが存在していて、音楽だ
けじゃなくて、これラッパーの人が乗ってるっていうところもあって、ラッパーの方のそのグルーヴ、歌ってる人がもしここにいたとしたら、黙々と歌ってるっていうのはこう乗りながら歌ってるわけですよね。そのフィーリングっていうものがあって、曲のフィーリングをどこまでダンスで表現できるかっていうところの、その表現力の高さがこの顔を上げるっていうところから出てくるんですね。音楽にノリノリしてないと出てこないこの顔の角度、表情だったりするので、そういうところからもそのヒップホップのダンスに対するその向き合い方だったりとか、自分のグルーヴの出し方っていうところがめちゃめちゃ見えてくるっていうところになるんですね。これもすごいかっこいいポイントだと思ってください。でからのですね、このノリということで30秒、これはやばいですからの、この肘がっつり上げていくところの美しさもやばいんですけれども、ここの乗ってるところ、この表情、そして首がちょっと前に出てる感じですね。で、背中、肩を思いっきりすぼめて、肘すぼめるっていうところで、さっきまでダイナミックに踊ってたところから、すごくミニマムな形に置いてくるっていうところも素晴らしいですし、この指の作り方まですごく美しいです。これ、カメラが寄るっていうところの、カメラワークまでちゃんと計算し尽くされて、打ち合わせをした上で撮ってるものなので、近づいてきた時に、がっつり映るこの指先までも意識されてるっていうところは、もうおそらく、当たり前のようにやってらっしゃると思うので、そういうところも見て取れますね。すごくこだわりにこだわり抜いた、パフォーマンス表現の一つだと思ってください。ここかなり見せ場ポイント。キリングパートって言って、皆さんの中でもおそらく、今回のこの1分間ダンス、すべての振り付け覚えてるわけではないと思うんですけど、ここのパートって印象に残りやすいと思うんですよ。っていう風に印象に残そう、ここ残してほしいなっていう風に思いながら、とりわけ踊ってらっしゃるところがここなので、まんまとその思惑通りと言いますか、でそこを僕たちにちゃんと伝えてくださってるっていうところも、またこれまた素晴らしいんですね。でからのですね、引っ張られるお洋服32秒、この後かっこいいところ、これです。ダンサーさん後ろでバッて洋服引っ張ってる、この演出はまたすごくうまいなっていう風に思って、さりげないポイントなんですけど、ちょっとどこかで誰かとリンクするっていうところが、ダンスのそのヒップホップのフィーリングにすごく近いなっていうところを、近いというかヒップホップのフィーリングがなせる演出なんですよね。相手の洋服ちょっと引っ張ったりとか、相手に少し干渉していくっていうところで見せる、そのチーム感みたいな、チーム内でのフィーリング感っていうところが、こういうところからも出ているっていう風に思ってください。なかなかどのジャンルでもこういうことするかっていうと、なかなかないです。ヒップホップだからこそ見えてくる、こういう交わり方みたいなのも楽しめるポイントかなっていうふうに思いますね。で、からのですね、35秒のダイナミック。これはすごいの何のですよ。ここからここまで。だから2メートル、いくつあるんだこれ。ここで座って見てたら、すごいことになってると思うんです。このサイズ感とこのサイズ感出せるっていうところがやっぱり強いです。こんなに大きく手足伸ばした時に、伝わってくるっていうのは、映像越しにすごいっていうのはまずすごいです。ダンスって映像越しになってしまうと、どうしても威力が、半減してしまう場合もあるんです。ものによっては。でも、ここまでバシバシ伝わってくるじゃないですか、すごいものが。ってことは逆を言えば、生で見た時本当にやばいと思うんですよね。っていうのが、これです。このダイナミックで、からの40秒の本当にわずかっていうところで、この後なんですけど、これです。ここのノリ、これって皆さんが多分思ってる以上に、ユノ先輩すごくささやかにやってるんですよ。すごくささやかでも、もっとささやかにやらないと、この小ささって出てこないんですよね。っていうところで、ここは踊ってる側の人の、まあ、感じ方っていうところになるんですけど、ちょっとこう、大きく動くところから小さめに見せていくところっていうのは、思いのほか小さくしないと小ささっていうのが出てこないっていうところで、ふっぐらいの感覚で多分踊ってらっしゃるんじゃないかなっていうところで、この等速に動いていくところも含めて、そのフィーリングチェンジができるっていうところが、レベルの高さを表しているところでありますね。この表情もポイントです。すごく繊細なパフォーマンスですね。1分かな、固定ということで、この後ここです。手開くとこなんですけど、トゥンチャッチャッチャッっていうところで、手以外が全く動かないっていうところの固定感も細かいんですけど、素晴らしいところですね。で1分4秒のセイレスト、
このセイです。かっこよすぎる。これ今度使うって思いました。これいいですよ。ぜひ、ダンスやってない人もぜひちょっと使ってみてください。会議の終わりでもいいですし、朝礼とかでもいいです。皆さんおはようございますでもいいですし、何でもいいです。おはようね。なんかこう挨拶の時に使うのでもいいですし、何かの締めの時でもいいですね。これから忘年会シーズン。というところで、いろいろと見ていきましたけど、ここら辺かな。皆さんで帰って、あ、T シャツやっぱ揃えてるっていうところもあるから、なんかこのダンススペースさんの、T シャツかな？オリジナルグッズ的なものなのかもしれませんね。はい。というところでございましたけども、いかがでしたでしょうか？すごいですよ。こんなに短い尺の中で細かく見ていけるっていうのは、それだけ見どころに詰まっているというところですから、何度も言うんですけど、このサイズ感の方がこういうダンスできるっていうところに、かなり僕の中で驚きを持っているところでございまして、で、あとはその細かいフィーリングチェンジができる、でっかいところと小さいところの見せ方ってえげつなくないですか？まあ最終的にこのセイレスがあって、さっきのでっかく乗るところがあってっていうところのギャップですよね。振り幅がすごいんですよ。だからこそ、見ていて、飽きないと言いますか、正直ダンスってフィジカルに結構大きく左右されるところがあるんですね。うん、ってなった時に大きい人たちが、出せる有利なポイントと、メリットデメリットっていうのがやっぱりあって、そのデメリットとなるものを全く感じないというか、一切ないんですよ。デメリットであるはずのものが出てこないっていうのがすごいです。で、なんでかっていうと、やっぱそのダンス力っていうところもそうですし、筋力、っていうところもあるのかなっていうふうに思います。あとは、ご本人の意識の高さが全てをこう醸し出してるんじゃないかなっていうところを感じますね。はい、という感じで見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか？リクエストや質問などありましたら、下でお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。